はいどうも、漫画アニメオタクが語るのロイドです。今回はですね、かなりぶっ飛んだ漫画がスタートしたので、ちょっと皆さんにご紹介しながら感想を喋っていきたいんですよね。かけ狂いの原作者さんが原作やってる漫画なんですけど、かなりやばいんですよ。何がやばいって、現代のアニメ好き、ナロー好き、全方面に喧嘩を売ってる、そんな作品なんですよね。何せね、キリトもリムル様もアインズ様も全員ゴミだって言ってる作品ですからね。なかなか攻めてますよこれ。作品名がですね、異世界転生者殺しチートスレイヤー。見ての通り原作者が川本穂村さんということで、かけ狂いと一緒です。ちなみに連載開始した雑誌がドラゴンエイジっていう名前で、まあ、多分皆さんご存知ないと思うんですけど、雑誌については後で話しますので、とりあえず作品見ていきましょうか。まずタイトルが異世界転生者殺しということで、普通の作品みたいに異世界転生する人が主人公じゃなくて、異世界転生する人が敵っていうのがテーマなんですよね。まあ、この辺普段アニメでこれ系の作品見てる人からすると結構斬新ですよね。で、問題がこの扉絵に映ってるキャラたちですよ。なんかどっかで見たことありますよね。なんだろうね、一昔前の中国産の漫画ですかね。多分いろんなアニメ見てる方だとちらほら既視感のあるキャラクターがいると思うんですよ。じゃあ本編見ながら感想を語ってきますか。まず1ページ目、この世界を支配せんとする魔王軍、対するは竹木風よ、壁となりて我々を守れ、ウィンドウォール。異世界より転生せし希望たち、キルト今だ。はぁってことで、はい、もうね、最初からやばいんですよ。完全にキリトなのよ。そもそもなんだその剣の持ち方、片手でアバンストラッシュで二刀流ってめっちゃ持ちづらくないか。で、2ページ目がこちら、さっき見ましたよね。真ん中には圧倒的力で臨む異世界ファンタジー開幕ということで、圧倒的力って何ですかね。まあよくわかんないけど、とりあえず圧倒的なんでしょうね。で、その後はドラゴンエイジで最近まで連載してた魔剣家の宣伝が入りまして、で、いよいよ本編が始まります。簡単に筋言いますと、村一番の剣術自慢で転生者様たちに憧れるリュウト君が、かっけー、俺も転生者様の仲間になりてーとか言いながら幼馴染とイチャイチャしてるんですよ。あー、ほんわかしたラブコメをやりつつ転生者と一緒に戦う話なのかなと思ってましたら、次の瞬間リュウト君ね、ゴッとやられてほぼ死亡、そのまま幼馴染も倒されてしまいます。いや、すげえクズがいきなり現れましたね。リュウト君マジで何もやってないですからね、ただの暴漢ですよ。で、こちらのノリノリで鼻の穴を大きくしてるクズ野郎が神の手違いことルイ・クロフォード様。なんかどっかで見たような雰囲気ですよね。祖父母に賢者とかいらっしゃいますでしょうか。で、そのルイに声をかけるのがアンデッドキングことドーン・ウィルデッドとルーパーの本田ユーマ様。もうね、アウトよこれはね。言い逃れができないよ。なんかもうね、この骸骨男とジャージ着た短髪の日本人っぽい男はね、そろそろ見逃せないレベルになってますよ。で、そんな声をかけてきた2人にルイが言ったセリフが、あれ？俺またなんかやらかしちゃいました？はい、アウト。弁明の余地なし、有罪です。もうここまで来たらね、勘の悪い僕でもさすがに気づきますよ。思いっきし賢者の孫ですよこの人。で、この後はヒロインが死亡、主人公は気絶して場面変わりまして、オートに移ります。で、神の反逆者最高幹部ベスト9が集まります。いや、すいません、いや笑っちゃうな。もうね、キルトって名前には突っ込みませんよ。あれだね、ここまで来ると名前がイキリトじゃないだけ良心的かもしれませんね。で、次のページでベスト9が勢揃い。いちいち面白いな。もうこれも笑うしかないですよね。ダメですよこれ。あの、これどっかの同人誌とかじゃないですからね、商業誌ですからね。いや、もう攻めてるな。このページだけでずっと笑ってられるわ。何皆さん、え、私オリジナルキャラクターですけどみたいに済ました顔してんですかね。やばいだろこいつら。で、元ネタの解説とかは後でやりますんで、とりあえず続き読んできますけども、この後はルイ様がクズ発言を連発しまして、で、それに対してカタリナ様じゃなくてイメルダ様が煽りに煽りまして、黙れと、まあ黙れドン太郎で反撃ですよ。なんかね、せめて元ネタは一つに絞ってくれ。なんなんだお前。なんかこんな風に喧嘩してベスト9の会合は終了しました。いや、もうこの時点で正直僕お腹いっぱいだし、皆さんも結構来てると思うんですけど、この作品ね、こっからが本番なんですよ。この後の展開がですね、絶対お前死んでただろっていう怪我をしたリュウト君の元に魔女が現れます。なんかね、一旦目をした長髪のお姉さんでして、わかんないんですけどギャンブーとかめっちゃ強そうなんですよね。で、このお姉さんリュウト君に対して、転生者憎たらしいよな、殺そうぜって持ちかけるんですよ。それに対してリュウト君が、いやいやいや、転生者無敵だからそんなの無理ですよっていうのに対して、この魔女さんのセリフがまあひどいんですよね。
マルさんはですね、いやあいつだな、今でこそ英雄だけど実は転生前ってひどいんだぞと始めまして、その後もつだつだと、奴らは引きこもって現実逃避するゲーム廃人、能力も成果もないのに不満を抱くのだけは確か社畜、本当は誰より恋愛脳なのに二次元で己を慰める紐手、笑えるほどにゴミ揃いだ、ゴミはゴミらしく社会の片隅でひっそり死ぬはずだった、だがゴミどもは人生最大の幸運に見舞われた、転生だ、ゴミどもはチートスキルで楽々無双し英雄になった、繰り返すが奴らは幸運だっただけ、そこに一切の苦労はない、すなわち異世界転生者なんて連中はチートスキルで生きてるだけの陰キャ野郎なんだよいやどうすかこれ、もう悪口もここまで来るとすがすがしいですね、もうね全国にいるナローファン、アニメファンを敵に回してますよね、すげえ攻めるなこの作品、マジねここまで行っちゃっていいのかっていうぐらいの攻撃ですよね。でこの後は魔女さんが奴ら殺すのワクワクしないと言いまして、でリュウト君が相変わらずクズなルイ様にうまく作戦を練って敵対するっていう展開で1話が終わります。いやもうね久しぶりにすごい作品見ましたよ、ここまで問題点だらけの第1話もなかなかないと思いますよ。じゃあちょっとですね問題点整理してきますか。この作品の問題点って世間の皆様の反応も見つつまとめますと大きく3つありまして、でまず1つ目が当たり前のように異世界転生者がヒット作のパロディっていう点ですよね。ちょっと改めてベスト9の皆さん見てみましょうか、この画面の8人にキリトじゃない、キルト君が合わせて9人ですよ。多分皆さんこの中で1人か2人ぐらいは知ってる顔がいると思うんですけども、一応簡単に元ネタ紹介してきます。まずリーダーのキルト君は言うまでもなくソードアートオンラインのキルト君ですね。いや違う、キリトです。いやもうややこしいな本当に、一番分かりづらい。で続いて一番左、どこの学生が迷い込んだんだっていう澄ました顔のジャージ男がリゼドのスバル君ですね。でその右のクズことルイ様が賢者の孫のシンですね。ただやってることは物理さんで無双してたらモテモテになりましたのドンタロウだったり、まあ女に手を出しまくるのが回復術師だったりと、まあ結構今のところ一番キャラが混じってますね。でその右がこのスバのアクアですね、通称ダメ神と呼ばれるほどの女神様なので二つ名が一番近いかもしれないです。でその右がハメフラのカタリナ様ですね。僕ね今回パロられた作品だとハメフラが一番好きなんですけど、マジこの怪役は見てて面白いやらきついやら複雑ですね。でその右が幼女戦記のターニャ、原作でのトーリナはラインの悪魔ですね。でその右が来期夏アニメも控えているテンスラのリムル様ですね。なんか漫画の方だとキャラデザがちょっとロシアっぽい服装もしてるんで他の作品も混ざってるかもしれないです。でその右が異世界食堂のアレッタですね。元ネタだと魔族の少女で角があるんですけども、漫画の方はリボンになっているので種族は分かんないです。で最後一番右がオバドのアインズ様ですね。なんか見た目はどっちかっていうと魔法使いの嫁に似てるんですけども、まあそれ言ったらこのデザインってネギマとかいろんな作品に出てるんでキリないですね。ということで当たり前のようにパロディーが根本にある漫画なんで、この時点できついって感じる読者さんは一定数いますよね。日小説とか個人サイトの作品ならともかく商業誌ですからね、これパロディーに寛容な人ばっかりじゃないと思うんですよ。僕結構パロディー好きなんで気にしないですけど、まあ、昔ジャンプでモテ王って作品もありまして、これもパロディーが根本にある漫画だったんですけども、やっぱり人気ちょっとイマイチでしたね。で加えてただのパロディーなら気にしないって人も多いと思うんですけど、この作品はそうじゃないのが問題ですね。問題点2つ目はパロディーにした異世界転生者たちがクズっていうことですね。実はこの作品今結構ツイッターとかでも批判されてまして、その理由の一つが元ネタのイメージが悪くなるからやめてほしいっていうことなんですよね。ルイ様の悪行は散々見せられましたけども、賢者の孫のシン君こんなことしないからね。また俺なんかやっちゃいましたみたいなことは言いますけど、こんな悪意ある感じじゃないから。これじゃあ読者の一部からバカにしてる、作品の評判を下げてるって言われてもまあ仕方ないかなと思います。あとねカタリナ様、カタリナ様そんなこと言わない。で最後の問題点が、これが一番問題だと思うんですけども、ナロー系や異世界転生ものの作品が好きなファンの神経を逆なでしてるっていうことですね。何せ作品を根本から否定ですからね。異世界転生もののキャラはもともとクソ野郎だ、あいつらは運がいいだけ、チートスキル楽々無双、一切の努力も苦労もないっていう、まあいわゆるナローとかの作品をほとんど知らない人が言いそうな批判っていうのがめっちゃ出てくるんですよね。まあ確かにこれらの批判って一部は当たってますよ。例えばこの漫画の元ネタには出てないですけども、最近アニメでやってた無職転生とか転生前がクズってのは明言されてますから、転生前がひも手で陰キャの童貞みたいな話はよくありますよ。ただ
努力も苦労もしてないとか運がいいだけとか、まさに作品を読んでる人、好きな人からするとイメージで語るな、ちゃんと読めって、そういう怒るタイプの悪口じゃないですか。それを主人公サイドのキャラが言うんですから、かなり攻めてますよね。で、何がやばいって、これら3つの問題点が個人サイトとかじゃなくて商業誌の作品で連載開始したってことなんですよ。さらに加えて、この漫画連載開始した雑誌がドラゴンエイジっていう角川が作成してる雑誌でして、普通にナロー系とか異世界転生系の作品の漫画がいっぱい載ってるんですよね。この作品で異世界転生者とか運だけのゴミ野郎だからって話した次に、このスバとかを含むナロー系の作品の漫画を読むことになるんですよ。イカれてんのか角川、編集者はサイコパスかと。実際この漫画2日前の6月9日に出たんですけども、早速ツイッターとかまとめサイトでも話題になってまして、大体の反応がふざけんな、作品も作品のファンもバカにしている、原作へのリスペクトが足りない、ナローに嫉妬か、老害オッズ、炎上狙いやめろ、面白いと思ってやってんだろうけど滑ってるぞと批判の嵐です。そりゃそうよ、さすがに怒るよこんなの。不快になる人がいて当然だと思いますね。ちなみに僕自身のこの作品への感想なんですけど、いやすいません、怒ってるファンの皆様には大変申し訳ないんですけども、今んとこ結構僕面白くて好きですね。まず僕、自分の好きな作品がバカにされても、あああなたには合わなかったんですね、 Not for you ですねみたいに考えるタイプなんで、別に不快にはならなかったんですよ。で、この作品のテーマが転生者殺しっていうことで、ナローじゃすでに飽きられてるジャンルらしいんですけども、漫画ではこういうの僕見たことなかったんで新鮮で面白いですね。加えてこの作品の本質って現状だと、チートスキルがない主人公がチートスキルだらけの強大な敵を倒すっていう、まあめちゃくちゃ王道な展開じゃないですか。やっぱね、そういうのって面白いよね。無能なナナって面白いよね。で、あと僕パロディも好きなんですよね。昔のモテ音も好きでしたけども、なんかこれはね、あれよりさらに思いっきりぶっ飛んだことやってくれそうだから結構期待してるんですよね。そして何より作者の戦略がすごい面白いと思ってて、あえて今アニメ界で大人気のナロー系をバカにしまくることで炎上狙いを含みつつ、ナロー系のアンチの人間を取り込みに行ったのは戦略的で面白いなって思うんですよね。まあやっぱり光があれば影があるというか、流行が嫌いな人間っていらっしゃるじゃないですか。ナローが流行ってる現状を見てなんとなくムカつくとか、ナローは普通の作品に比べて深みがないとか、そういう方って一定数はいらっしゃると思うんですよね。これって実際にはナローにも深い作品はあるとか、そういう論理的な話ではないんですよね。とにかく新しい流行には感情的に嫌悪感が出るっていうのが人間ですので。で、漫画って別に万人受けする必要はなくて、邪道だろうとなんだろうと一定の人に深く刺さっちゃえば勝ちなんで、そういう意味ですごい戦略取ってきたなと感心しちゃって、そのあたりが一番面白かったですね。ただもちろんこの僕の感想はマジョリティではないと思うので、異世界転生ものが普通に連載してるこの雑誌でこの漫画がどうなっていくか今後楽しみですね。まあ、個人的予想だとこの感じで続くなら打ち切りはないと思いますね。クズな雰囲気とか炎上狙いの皮は被ってるんですけども、中身はバリバリ王道な面白い漫画やってますんで、一定の人には絶対受けると思いますね。いやすいません、こういうこと言うと各作品のファンの方々に怒られそうなんですけども、まあ、それで怒る方は多分こんなとこまで聞かずにその前の時点で怒って帰ってらっしゃると思うので大丈夫なはず。はい、それではここまでご覧いただきありがとうございました。